どうも、さこちゃん、キュウキュウです。今回は僕がね、3ヶ月前、4ヶ月前に展開に行った時の何を考えながらプレイをしていたのかとかね、いうのを喋っていきたいなと思っています。はい、こちら。はい、僕のね、YouTube の画面なんですけど、はい、サンドイッチマンさんのね、チャンネルが映ってますね。もう寝る前に。見てます。今日はこちら見ていきます。ポン。なんでね、これ流しながら、どういうことを思ってたのか喋りたいと思います。まあここら辺で言うともう完全に、まあ、なんていうんですか、今の現状説明してると思うんですよね。で、これね、本当に初めての展開で、6965。実はですね、この動画を撮る前に3連勝、4連勝してたんだよね、確か。そう、だから僕確か寝室で撮るわけしてたんだけど、動画撮る前、これ今撮らんとなんか集中できてたし、今撮らんとこれ絶対展開いけないわみたいになって、すぐ回しましたっていう感じです。だから結構ちょっとバタバタしてるというか、ちょっと焦ってんだよね、気持ち的にも。うん、しかもこの動画がもしかしたらボツになるかもしれないとか思ってます。なぜならば勝てなかったら、そのいやもう普通に沼ったらさ、まあ沼ったっていう動画上げるかもしれないけど、なんかそんなねだね、動画にならないかもしれないじゃないですか。はい、じゃあ進めていきましょう。ここでね、僕ザップどうかなって迷ったんですけど、まあ結構ザップって大事なんですよね。でここで究極かなりね、苦しんでますけど、そうこのコウモリの一匹とかすごく大事になってくるんですよ。あんまね展開で偉そうなこと言えないですけど、やっぱこうコウモリの一撃で試合が決まっちゃったりするんで、そういうところはもうかなり気をつけないとなって。あ、でここ負けてんだね、普通に。こうやったら負けてるな。これ最後、そう負けたんだな。で、こういう顔してるんですよ。これ本当にこういう顔してるんですよ。マジかね。で、結構きついなと思いました。で、マジかと。で、ワンチャン、今の頭の中で、ワンチャンボツになるかもなっていうのは若干よぎりましたね。だったら、ここ一回負けたらちょっとまたきつくないですか。うん、動画にするのまたきついなと思って。あ、じゃあ、次負けてもまあ、大丈夫そうだけど、多分2連敗したらきついなって思ってると思います。多分、はい。そうですね。ちょっとまあ、ちょっと解説していきましょうか。どんなことを思っていたのか。まずは基本的にはもうケンツさんから教えてもらったね、コウモリとザップは使わないと。最初にコウモリとザップ使っちゃうと苦しくなる場面かなり出てくるんで、例えば相手がもう何コウモリ切った後のバルーンとか出してきたら厳しいんで、これあえてもう取ってますね。はい、まあちょっとかなり喋ってる間に結構進んじゃうんですけど、でここはもうダクプリで、まあまあまあ10日交換ですよね。でここマスケの間に何か出してくるかなと思ったらガゴでした。はい、こういう時に大体アイゴリとかさ、そういうの出してくるから、なんか陸受けユニット結構出してきてするんですよね。リベンジ来てるよ。でミニペ来た、北来たからちょっとね、まあ多分この動画内でも言ってると思うんだけど、リベンジだっつってると思うのよ。1試合目剥がれてる1試合目僕あれで負けたんですよね、ホグで負けたから、これリベンジでできるなみたいな感じで思ってると思います。はい、でこれゴブシャの形で作られて、ね、なんでスパーキーとゴブシャ出したかっていうと、相手がホグ出してきたから、うん、もう相手攻めることができないんですよ。このゴブジャイスパーキーの形を作って逆サイドいかれるのは結構きついから、あ、これはもう自分のターンだなって思っていってます。でここね、エレウェザー、ここラッキーパンチですね、これ。ただ単純に、うん、ちょっとラッキーパンチでした。で、なんなら鬼ラッキーパンチ、鬼ラッキーパンチですよ。この時、あれ俺今回マジで乗ってるって思ってました。なんか、なんて言うんだろうな、なんか今のペッカーを巻き込んでのあのスパーキー一撃とかダクプリ永遠に入ってたじゃないですか、ペッカー巻き込んで。で、しかもあのペッカーとタワーにザップ打ってたんですよ、僕自身が。なんか乗ってきてるってマジで思ってました。だから、あ、この試合は勝てると思ったし、あとはなんか今後も俺乗ってるなと思いましたね。はい、乗れるなと思いました。で、ここはね、結構釣る形で、このゴブジャイがいいのか悪いのか分かんないんですけど、結果的にこうかなりね、かなり寄せることできたんで、これはかなり良かったかなと思います。そしてダクプリもこれ間に合うんですよね。あ、間に合ってねえのか。あ、なんかちょっと動いてる。だから逆にちょっと動いてるんですよ。この選球マジか。マジか、マジか。ちゃんとしろっていう感じの動きです、今の。はい。で、まあ言ったら、もうこれ左にスパーキー出したいなと思うんですけど、ゴブジャイを切っちゃったので、スパーキーが腐るなと思ってマスケ出しましたね。ちょっともったいない感じがしながらも、いや、ただ自分の形作んなきゃってちょっと焦ってます。はい、で、これでスパーキーはね、かなり自信ありましたね。うん、どうせ逆サイドにフォーク来るだろうなと思いつつ、思いながらもミニペがあったんで、ここはもう、うん、なんだろう、ロッキーみたいな。ただここどう突破するかって感じでしたね、僕的には。いやー、だからペッカとなんか嫌だなーみたいな、うん、感じでしたね。でもまあ右は無視して、ペッカがすげえ嫌でした。ただこれね、もうあとはもう10秒なんで、もう右守ればいいなと思って、はい、ミニペ今セットしてますね。ミニペでホグ、もう端前来たらホグ
で、ほらミニペ構えて、はい、オッケーいう感じでございます。これかなりこの時は動画のメンタルでいくとなんか流れは来てるなっていう感じ。ただこれまあこのトラゲしてる時にですね、低体温もめちゃくちゃ経験していたので、勝って負けてが本当に苦しいんですよ、トラゲで。皆さんも多分そうだと思うんですけど、だからまだ苦しいなって感じ。ああなんかトラゲの前例だわ、ああもうどうしようって感じですね。さあここで本気でもうここで勝てばこれワンチャンって思ったから、そうここはもう本当の本気の集中してます。はい、もうここがもう一番なんかそのドキドキが多いで、集中で言ったら変わんないかもしれないけどドキドキが多いで、これね雪玉見た瞬間、うわこれラムライダーかこれバルーンかなと思ったんですけど、なんかあんまりよく分かんなかったかな。確かに、うん、結構僕覚えてますよ雪玉。なんでこれマスケが来てからこれごあスパゲ美味しいなと思いました。はい、単純に美味しかったですね。雪玉マスケットみたいな、めっちゃいい味してるんだよな。あれクロスなんだみたいな感じになりましたね。はい、でクロスはここ出してきたんで、心境としては、ね、このゴブジェスパーキーは通んないだろうなっていう雰囲気でした。ただクエイクがねかなり美味しくいただけたんですよ。で多分ここでね細かい系来るし、あこのスパーキーは多分通んねえなと思ったんですが、なんとねこれ確か入るんだよね。そう、俺この時に俺マジで神様ついてると思った。俺低体にもしてる時って基本こういうの入んないんですよ。絶対スパーキー1ミリも入んない。なのに入るってことはこれマジで来てるって思ってました。僕かなりねそういうオカルト的なね考え方好きなんで、はい、でこのダークプリンスは言ったらあれですね、あのまあ手札回し兼ねての感じです。で俺ここで来たと思ったんですよ。ここでも行くしかないと思いましたね。ここで、エリなんか流したりしてエリポンをなんか真、ま、なんか真に受ける、真に受ける、真に受けるじゃない、真に受ける、真に受ける、真に受けるとなんかもう多分負けるなっていう雰囲気がしてましたね。はい、でこのマスケどうしようと思って、このマスケね迷ったね。このマスケどう、えなんかなんかえなんか気持ちよくないマスケみたいな感じでした。はい、でこれはもうあと形作るんじゃないかな。出せないですね。これ確かもうあと形作ろうっていう雰囲気だったと思います。あちげえわ、あれだ、クロスで受けよう、受けるんか。で俺ここでね終わったんすよ。あこれ終わったって思いました、マジで。うん、本当に終わったって思いましたね。あこれもう入ってるし、クロス来るかと思って、まあ、そっちだなんかいい感じにクエイクで巻き込めたけど、これワンチャン、これスケルトンとかローリングウッドとか雪玉で2周目回されたらきついなと思って抑止力のスパーキー出します。スパーキー、まあ結果的にね相手ね、あのクロス出してくれたんですけど、スパーキーがあるとクロスって出しづらいじゃないですか。だからタイミングが被ったような感じになりましたね。でここでギリギリマスケ、このギリギリマスケも良かったわ。うん、このマスケなかったらかなりきついしね。しかも相手なんかローリングウッドとかなんか剥がされたりしてターゲット取られたりしてたらかなりきつかったです。でここはもうエリポン置いてきたんで美味しいと思ったんですよ。これは残り時間もうあの何15秒じゃないですか。エリポンってエリクサー回収するのにかなり時間かかるんで、あもうここでご利用すれば勝てるって思いましたね。逆によしって思いました。ただ今ローリングウッドでさ、今ミニペックが今ちょっと後ろにノックバックしてるんですけど、その時ちょっとやべえなと思いましたね。はい、そこはそのちょっとやっぱ1ミリが大事だったりするんでもったいないと思います。そう、ここなんですよね。だからエリポン置け、多分動画をゆっくりじっくり見てくれればエリポン置け、エリポン置けって言ってるかな。心の中ではエリポン置け、エリポン来い、エリポン来いってマジで思ってました。で来たらもう後ろからダックプリカーミニペでもうゴブジャイ始まりつけて合流させようと思ってました。であと一勝、いやこの時は本当に緊張したね、本当に緊張した。いやーもうちょっと心臓取りそう、ね、本当に 今後ろにガーッてなってたじゃないですか。本当になんか貧血みたいな感じになってて、どうしようっていう、なんかでも動画撮んなきゃいけないから、じゃあここで1時間休憩ですとかできないわけよ。だからなんか YouTuber 魂発動させてますね。かなり貧血の中、ただ YouTuber 魂でやるぜみたいな、ちょっとなんかバカ力というか底力というか、うん、ちょっとあんまり体調的には良くないですと。はい、で、そうですね。でやっぱり僕はトロアゲの中でやっぱ相手のデッキを見るっていうことをかなりしてきました。やっぱそうすると相手が、あーこれ来たからこれジャイかなとか、うん、いうのがね、なんだかんだ頭の中で無意識の中でこう勉強できたりするんで。でここはマジで俺ね、ちょっと手震えてんすよ、これ本当に。これマジでもう俺こうしないと、これぐらいしないとメンタルが持たんのよ。うん、もう最終的にうん最終的に運任せ、うん、運任せのだから俺マジで。はい、でね、どういう人がインしてるかっていうのを見ます。はい、いきます、いきますと。やっぱなんか
観戦してくれるかなとかちょっと思ってました。次勝ったら前回かっこよすぎたのマジで。なんか俺今見たらちょっとなんか惚れ惚れするわ。はい、そうだね。もうだからもう無駄なことたくさんしてるから、宝箱とかさ別に獲得する宝箱とかいらんのにさ、なんか見てもう行きたくないわけよメンタル。そう注意します。ほら行きたくないもんね。ほらもうちょっとなんかもう行けないのよ、怖くて。行きます。怖くてもう全然カメラ見てるしよね。クララは5年目です。クララは5年目、これ言う必要ないからこれ。普通俺の今の精神状態だったら言わないけど、この時はもうなんかもう行けないって思ったマジで。本当にね、はい、さあこの時はもう本当にもう本当の雄たけび出てますね。さあで俺ぶっちゃけ思ったのはこれまさかって送ってきてでしょ。で日本人なんですよ俺。最後の展開到達の動画で、まあ言ったら僕の中でのさ、何5年間やってきての初めての戦いで展開到達って僕めっちゃ大事なわけですよ。このディガーマジでビビった俺。このディガー俺キングに当てられてたら俺マジで本当にきつかった。だからアフロ坊やさん、このラブネイバーズさんのアフロ坊やさん、本当にありがとうございます。この場を借りてお礼したい。ちゃんと正々堂々戦ってくれたことが嬉しいです。もしかしたらさ本当になんか分かんないけど、僕はその多分トロ上げ動画でキヨキヨと当たっても全力で勝負お願いしますみたいなことをね僕から申し上げてたんですけど、なんかちょっと分かんないけど、なんか謎の空気読みとかでなんかトロ譲る譲らないみたいな、なんか日本人的なところ文化あるじゃないですか。まあクラロワの中でもね。だからそれはマジでやめてくれって思ってディガーが正しい位置に置かれたんで、アフロボヤさんありがとうございますってマジで思ってましたね。はい。でちょっと怖いのが、まあいいか、まあディガーがちょっと内側、タワーの内側に入ったからそれもびっくりしました。ちょっともうそれぐらいかなり神経質になってましたね。はい。なんかなんていうの、なんか結婚式みたいなもんでさ、なんかちゃんとやりたいみたいな感じなわけよ。まあ到達することは到達できたかもしれないけどっていうね。さあちょっと見ていきましょうか。まあこの時点でまあバルーンかなっていう感じで、この2体の上のコウモリめっちゃだったんですよね。タワーで削り切ってからコウモリを出そうと思いました。ただここでうまいんですよね。ディガーの位置もちょっとコウモリを下げてもらってるし、まあここは許容かなと思いました。でここ俺ミニプつけるかつけないからすごい迷ってるんですけど、多分最終的につけたと思うんですけど、ちょっと迷いましたね。でほら迷った理由がやっぱマスケット寿司いっちゃったんで、そうでこれきついなって、確かコウモリ残ったんですね。で逆にこれコウモリ残ったのが良かったんですよこれ。あ俺本当は何してんの、本当に自分のこと嫌いだわって思ってた。まさかの一発入ったのよこれ。逆にコウモリが一体残ってなかったら、多分相手なんか分かんないけどナイトとかそういう、まあ、スケール、まあ、アーチャーとか出されてたと思うんですよね。だからなんか神様がいたというか、うん、なんかマジでそうだね、マジで多分コウモリ逆に残ってなかったら一発入ってなかったなと思いましたね。でここでうわマジかと思いました。しかもマスケット重心も右側なのよ、内側にいてスパーキーと合流できればよかったんだけど、そう、それがね結構大丈夫かキヨキヨって思ってた。ただここでまあ一発も完全にゴブジャイとクエイクで落とせたので、あとはもう慎重に、ここで考えてたことはもう焦ったら負けると。焦って例えば角出しミニペとか、ただこのダックプリに対してなんか例えばなんかコウモリで合わせて角からだゴブジャイつけて負けるってことがめちゃくちゃあったんで、はい。であとここはもうめちゃくちゃもうそうですね、ザップくるって分かってたのでマスケ当てます。でこのスパーキーを出した理由は、相手のねディガーが飛んできた時に瞬時に溶かせられるようにスパーキー出しました。そして攻めにも転じられるんで、このスパーキーは結構僕的には好きなスパーキーですね。はい。でここでキングちょっとワンチャン狙えるかって思ってます。ただね迷ってます、いいのかこれって思ってますね。はい。本当はっていうか逆サイミニペコウモリもワンチャンありだなって思ってましたこの時。うん、ただでここで思ったよりキング削れたんですよ思ったよりキング削れて、いや待ってこれはどうしようってマジで焦ってますね。うん、どうしようゆっくり行こうってなってます。焦ってるっていうよりゆっくり行けって自分に言い聞かせてたパターンですかね。でここで後ろからアーチャー来たんで、あもうこれ完全にこれキング狙いに来てるなと思いました。はい。そう、で相手手札も結構キング狙ってるからこそのこのディガーというかディガーで手札詰まってるなと思いました。だからこう真ん中目からね、バルーン来るだろうなっていうタイミングでゴブジャイ出してます。でゴブジャイのワンチャンそのゴブリンの一発が入ればいいなっていうところで出したんですが、ここで待てよ勝てるって思いました。ここで本当にでクエイクでしょ、でザップで、アーチャーだけ飛ばして、ここでマジで勝てるって思ってました。あとはもうゴリ押しだと、もうこれ出すだけギョギョになってるからマジでここの時点でね。そう、ここで最後は行けばっていうね。
いやーでもこれマジで観葉植物ね倒れてるの分かんなかった。まだ知らない、まだ観葉植物倒れてるの知らないこの人で、この人知らない、今知らない、本当に知らない。頭真っ白になってるから今頭真っ白になってる本当に貧血なのよ。で本当に貧血、まず、あの直してるね観葉植物、裏で直してるっていう、はい。いや俺マジでこん時はもうなんかもう頭マジで真っ白になりましたね。4月3日、4月3日か17時25分っていうか、この動画多分8月のね多分1日か2日に出るから。最高、これ以外の気持ちはない。じゃあ本当に4ヶ月前だった。いやクラロは楽しい。いやなんか全てが見えてた気もしますね。やだな、こっから先見んのやだな。この先ね泣いてますからね僕ね泣いてます。本当に嬉しそうな顔してんな。ちょっとね、いやこの時なんかその泣かないようにしてたんですけど、泣かないようにしてたんですよね。そう、本当カフェに何時間もこもってね喋ってますね。本当に吐きそうな、なんかもうちょっともうこうやってなんかもう自分あんまだから泣きたくないってですよね。自分の感情さらけ出したくないから、こうちょっと守りに入ってるっていう感じになってるもんね完全に。じゃあ僕がもっと楽しいことやってで、どう締めようとかも思ってましたよ。めっちゃ楽しかったんで、あれなんかじゃあトラゲマジでちょっとどう締めようみたいになりました。マジでため撮りもして他の動画も、うん、だからまあだから最終的には自分のちゃんと考えは言おうって思って終わりましたね。でもあと普通にあの解明もしなきゃいけないから、あーじゃあ解明しなきゃみたいな感じで、はい。展開にいけないレインボー笑ってないやねん。記憶を全く関係ないから全く関係ない。さあ涙こらえてますよ、こらえて。別に俺そういう感じじゃないしっていう感じ出してますね、はい、すごく。まあその中でも、はい、語り口調でね、こうやってこう意思を持って、はい、あの展開に向けて全力を尽くすっていうなんか今泣きそうになった、ちょっと今泣きそうになったな今動画でできたこと。ちょっと今途中で泣きそうな顔してた。すげえ嫌だな、痛くねえな、なんかいうふうに思ってます。これからもそうだね、はい、全然楽しんでいきます。あーもう楽しんでね、もうマジで楽しんで。さあここでね、ここで来たね、直したるわっつって。そう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 、そうここだね、ここです。ここはちょっとねここで来ちゃいましたねマジで。なんかそのキヨキヨを最初で言うと多分ドズルさんとね、一緒になんか負けたら解明みたいな感じで企画やった時に多分解明したんですけど、それからキヨキヨっていう文字が名前から消えたわけですよ。で、僕この時何泣いてしまったかというと、トロフィー5000行った時にキヨキヨアートタワー飾りだったわけよ。で、やっぱそこで達成して本当に嬉しかったっていう記憶があってから、7000行ってから同じ名前にできるっていうのがすごいなんか嬉しかったですね。まず自分が何だろう、そうやるって言ってやれたことが嬉しい僕の人生の中でねって言ってるんですけど、いや僕本当にそうなんですよ。なんかね、だから今の YouTube とか、まあ今の YouTube なんですよね。 YouTube やりだしてからこう自分がやるって決めたことをやれるようになったというか、言ったら中高生で言うとね、僕ね、あの帰宅部トリオって名前やってます。帰宅部なわけですよ。別に帰宅部が悪いとか言ってるわけじゃなくて、あの僕中学の時は弓道部入って途中でやめたりとか、そう高校の時にね、教師が担任の先生が怖かったからとりあえず囲碁将棋部に入部届出して一回も行かないみたいなことしてたわけだから、なんかその自分が行ってやり遂げるみたいなことがすごく嬉しかったってありましたね、この時。いやーいよいね、ちょっとなんか今もちょっとなんかこう心にジーンとくるからね。キヨキヨチャンネル登録こちらポチ、心ジーンとくるなマジで。次回の動画も見ますので見れると思います。いやクラロは最高のゲームっすね本当に。もうみんな今新社会人です、新社会人なんですよ。だからもうマジで YouTube もう頑張るしかないんでね、僕の残された道は頑張ります。よろしくおすすめ動画ございます。ごちそうさまでした。また翔平さん泣いちゃうしけど、次回とかね、またクラロはマジで本気で楽しんでいこうと思いますじゃあまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、ごちそうさまでした。